はいえっと、では、えっと、3時間目の講義、えー、始めたいと思います。よろしくお願いします。えっと、3時間目は、JupyterNotebook、えー、ーーすでにあのやってしまったのでバ、バイオパイソンなどを使った、えっと、配列ファイルの取り扱い方、塩基配列であったりとか、アミノ酸配列の扱い方。 それからあとは、えっと、遺伝子アノテーションなどの情報の読み取り方みたいなことをやっていきたいと思います。えっと、遺伝研の谷沢がこの時間担当させていただきます。えっと、では、んっと、先ほどの、えっと、講義の続きでいきますが、えっと、先ほど、えっと、初日の、えっと、2時間目だったので、1-2というディレクトリーの中のファイルを使いましたが、えっと、この時間は3時間目なので、1-3のディレクトリー、 を、えー、開いてくださいでいくつかファイルが入っていますがえっ、ー、と開いてもらうのは「バイオパイソンイントロダクション」という名前のファイルですえっ、ー、とこれに今日の資料が、えー、入っていますはいえっ、ー、とよろしいでしょうか 初めにこの講義で使うサンプルのファイルは出荷工房の S288C 株のゲノム配列、それからあと遺伝子アノテーションを含んだファイルを使います。これは公共データベースに登録されていて NCBI のこういったアクセッション番号からダウンロードしてきたものです。 でそのファイルに関してですがえと今回ダウンロードしてもらったフォルダの中に、えー、とコモンっていう名前でフォルダを作ってあってこの中に実際の配列、えーえー、データベースからダウンロードしてきたファイルが、えー、入っています。えー、例えば s288c.fna っていうのがあるんですがこれは、えーとまあ、こんな感じの延期配列の、えー 情報が入ったファスター形式と呼ばれるファイルですねで、あと .gbk で終わるジェンバンク形式といわれる遺伝子アノテーションを含んだ形式のファイルなどいろいろ入っていますまあ、これらを使って、えー、とこういったファイルから情報を読み取る練習をやっていきたいと思います はい。えっ、ー、と、では、早速やっていきたいと思います。えっ、ー、と、最初に、えっ、ー、と、クラスの利用に関して、えっ、ー、と、説明したいと思います。で、クラスに関しては今日最初の講義でも少し扱っていたんですが、その復習を兼ねて、まぁ少し、えっと、もう一度説明していきたいと思います。えっ、ー、と、まあ、ま Python の中で、まあいろんなデータの形が使われえー まあ使われています、まあ、文字列であったりとか数値であったりリスト、まあ、いろんなデータの形式があるんですが、まあ、Python ではそういったものの総称としてオブジェクトという呼び方をしていますでえっ、ー、と、まあ、オブジェクトっていろんな種類のものがあるんですがその設計図のことを、えー、一般にクラスというふうに言ったりしますでえっ、ー、と 実際にどういったオブジェクトがあるのかっていうのを少し見ていきたいと思います。でオブジェクトっていうのはデータの修理に応じていろんなそのデータ型型と呼ばれるものがあるんですが例えば数字のデータだったらこれは整数データということで。 インこれどういうオブジェクトかを確認したい場合はタイプ関数ってのを使ってあげるとこれはインテ整数オブジェクトだということが分かります。で同様に例えば myString っていうような変数に文字列データを確認して、えー、タイプ関数で確認してみると String ということでこれは文字列型であるということを示します。で、まあ、こんなふうに、えー、と Python で扱うデータには、えー、型というものが決まっています。 で、えー、とデータの方に対して、えー、そのデータに対してまあいろんなまあ機能がえ例えばあったりします。で、どういった機能があるかは、ディリュ関数っていうのを使ってあげると、表示させることができて、例えばこれ文字列のえーデータなので、文字列に関するまあいろんなえ機能、こういうのをメソッドと言っていますが、そういうのがえ含まれていることがわかります。例えばえと例で、 upper、えー、という、えー、メソッドがありますが、これは文字列を大文字に変換するメソッドだったりします。それから、えー、先ほどの時間で使った、えー、スプリットは文字列を分割するためのメソッド。例えば、えー、空白を指定し引数に指定して、えー、このメソッドを使ってあげると、空白の部分ハローワールドというふうに分割ができたりします。 まあこれはついでなんですがスプリットは特に引数指定しなくてもえこの場合にはスペースであったりタブであったりまあそういった空白と見なせる部分で,部分でまあ勝手にえ分割してくれるので特に明示的に引数指定しなくても同じような動作になったりします。まあ、これが Python でまあえ使われているまあオブジェクトとか型とかいったまあそういった大体の説明です。 でえー、とここでやっていきたいのは、えー、とこういった単純なデータではなくてもう少し複雑な、まあ、データの形を、えー、扱っていく、えー、そういったことをやっていきたいと思います。でその時には例えば拡張モジュールをインポートしてあげるとすで、まあ、に定義された、えー、型を使うことができたりします。 例えば、まあ、時間データを扱いたいんだったらデートタイムオブジェクトというのがあって、まあ、そういうのをインポートしてあげると、まあ、自分でそれを作らなくても、まあ、そういった機能が使えるようになっています。で、えーとまあ、そういったもう事前に用意されたものがない場合には自分で、まあ、自分で扱いたいデータの、えー、に対して、えーまあ、設計図を作ってあげてで、えー、それを利用するということもできます。 で,後でバイオパイソンを使うので実は配列データに関しては自分でそのクラスみたいなものを定義する必要はないんですが、まあ、ここでは練習として自分でクラスというものを定義してみてでそのクラスに対して実際にそのデータを入れてでどうやって扱うかというようなそ,の、まあ、そういった少し実践的な場面を意識した、えー、と使い方を紹介したいと思います。 では、えー、とこれがファスター、えー、形式と呼ばれる、えー、と配列データの、えー、例です。で、えっ、ー、と、大なり記号で始まる行はタイトル行とかヘッダー行とかと呼ばれていてで一般に最初のスペースまでの、えー、部分は、えー、配列 ID とかあるいはアクセッション番号が入っています。で、そこから後ろの部分の文字列に関しては これは任意で、通常はその遺伝子の配列であればその遺伝子の機能名であったりとか、まあ、染色体の配列だったらその染色体の番号とか名称とかが入ったりします。で、えっ、ー、と、それ以外の行に実際の配列データが含まれてます。で、これはちょっと画面の都合で右側で、えー、と開業されているように見えますが、これ自動で折り返されているだけで、ここではあの、 このデータに関しては、えー、折り返、会、えー、業は含まれていません。ただ、まあ中によっては60文字とか100文字単位で、えー、と開業を入れていってる例もあります。えっと、サンプルで使う、このデ,データに関しては、 ちょっと画面を縮小してみると、まあ、こんな感じで右側に、えー、と適当な文字数のところで開業が入っていることがわかります。で会業、まあ、があるケースとないケースと、まあ、両方ありますね。はい、で、えーとまあ、こういったデータを扱うケースを考えていきたいと思います。じゃあこれらの情報を格納するためにどういったものを、まあ、入れ物を用意してあげたいかというのを考えてみますと,、えー、とまず配列 ID に をえー、とといいいいう情報を入れてあげないといけなけそれから、えー、とその配列に対しての説明、えー、とデスクリプションとしましたが、まあ、それを入れる必要があるとでさらには、えー、と配列自体の、えー、データを、えーまあ、格納してあげるという必要がありますで、まあ、こういった情報を含んだ、まあ、データの入れ物を用意してあげるんですが、まあ、データの入れ物を用意するだけだとあんまり面白くないので、まあ、それに対する えと操作の例として、えー、例えば GC 顔料を、えー、求めるためのメソッドを、えー、試しに、えー、作ってみたいと思います。で、はいえー、実際に、えーとまあ、作ったのが、えーまあ、こんな感じです。まあ、これはあのシフトエンターをしてあの実行するだけで終わってしまうんですが後でまたあの実際ちょっと手を動かしてあのやる時間も作りたいと思います。 えと何をやってるか少し説明しますね。えー、と一番まあ2つここでメソッドというものが定義されてるんですが最初に定義したメソッドは、えー、とこれは特殊メソッドの一つで、えー、と最初に、えー、とこのクラスというそのオブジェクトの設計図をもとにして実際のオブジェクトが作られる時のに呼ばれるメソッドですね。で引数が、えーと 4つありまして、えー、と最初のセルフっていうのは、えーとまあ、名前は実は何でもいいんですけれども、えーとまあ、自分自身を示すものとして扱われますで、えー、と配列の ID それから、えー、配列の説明それから配列自体のデータを引数として与えてあげるでそれを、えー、と内部的な、えー 変数であるセルフ .id とかセルフ .description というふうに、えー、名前を付けたものに対して代入してあげるというメソッドをやっています。で、えー、っとこの2つ目のメソッドは GC コンテンツを、えー 実際に計算して G の数を数えて C の数を数えてでそれを全体の長さで割ってあげればその G 信願量というのが計算できる、まあ、実際ちょっとこれを使ってみたいと思いますで、えー、と使い方はこれ先ほど自分で示した通りえっ、ー、り最初オブジェクトを作る時に呼ばれるこのイニットという、えー、と特殊 メソッドにを使ってあげるんですがえとセルフっていうのは自動的に自分自身を示すものとして扱われるのでえと引数としてはこれ4つあるんですがこの最初のセルフはあの与える必要はありません残り3つの ID とデスクリプションとセックこの3つを引数として与えますあとちょっとまあ細かいことなんですがえと ID という変数名はまあえっと アアンダースコアをつけててちょっと区別してありますなぜかというと ID っていうのがもともと Python で関数として定義されているんで、まあ、その名前とかぶらないようにあえてちょっと名前を変えているという、まあ、それだけの理由ですねはい、まあ、実際ちょっと使ってみた例がこれですえっ、ー、とえっ、ー、とクラスというの 設計図に対して実際のデータを入れてオブジェクトというものを作り出す手順がこれです、えー、と遺伝子 ID それから、えー、と配列に対する説明そして配列データを引数として与えて、えー、エンターをしてあげるとこれでパスタという、まあ、小文字の、えー、変数名で、えー、オブジェクトが作られた、まあ、そこにデータが入れられたということになります でこ,のこれはあの絶対というルールではないんですがクラスの変数名は通常大文字で始めるで、まあ、クラスから作られたオブジェクトに対するデータは、まあ、通常小文字から始めるっていう、まあ、そういう慣例的な、えー、と取り決めがありますただそれはは絶対ででないです。 で、まあまあこれ3つの情報が1つの変数の中に入ったんですがじゃあそのどんな情報が入ったか1つ1つ確認するためには、えー、とこの変数名の後にこう内部的な変数例えばまあデスクリプションとかをつけてあげるとこの入れた情報にアクセスができます ID だとこうですね f a s t ット i d でこういった内部的な変数のことをインスタンス変数というふうに言ったりします。えー、とファース ID がジンゼロ一という ID ですね。で配列データはファスタードットセックというふうなまあこういった文字列として入っています。でまあこんなふうにあのクラスっていうのを定義してあげるとまあいろんな情報複数の値を持った情報を一つの変数にま,まとめてる。 まとめて扱うことができるので、まあプログラムをいろいろ作っていく上で扱いやすくなるというメリットがあります。で、えー、とあとこの一つ一つの、えー、とインスタンス変数っていうのは、まあここでは普通の文字列と一緒ですので、例えば、えー、と最初の十文字まで表示したいっていう場合には、えー、と文字列の切り出しと同じようにインデックスを指定してあげて。えー 取り出すすことができます逆向きの配列をもし取り出したいんだったらマイナスコロンコロンマイナス1としてあげると,、えー、と逆向きの、えー、配列が取り出したりします、ね。まあ、もし必要であれば、まあ、自分で、えー、と双補差を作るようなメソッドを定義してあげれば、まあ、簡単に双補差に変換したりというようなこともできます。ただまあ実際にはバイオパイソンを使うと双補差に変換とかえっ、ー、と 塩基配列をアミノ酸配列に変換とかっていうのが、まあ、自分で定義しなくても使えるようになるので、まあ、実際自分でやることはあまりないと思いますが、まあ、えそ,ういったそういったようにまあ自分でえっと拡張していろんな機能をつけあの追加していくことも可能です。で、えー、っと生成された、えーっとまあ、このファスタという オブジェクトですがどのようなクラスに属するか確認するには最初に紹介したタイプというのを使ってあげれば分かります。ここでは自分で定義したファスタという名前のクラスに属するオブジェクトだということが分かります。ですね。で、まあ、最後にこの配列の GC 含量を求めてみたいと思います。GC 含量を求める 関数はもう先ほど定義してあるので、えー、ファスタドットの後ろにメソッド名、getGC コンテ,ンテントで、えー、呼び出してあげればいいです。で普通の関数呼び,呼び出すときと同じように、えーと、カッコをつけて、えー、呼び出します。で、引数が必要な場合はこのカッコの中に、えー、とその引数を指定してあげますが、この場合特に、えー、と引数なくても 動作するので、まあ、あのこれだけで GC コンテンツが計算できるようになります。でちょっと一旦、えー、と少し GC コンテンツを求める定義の部分に戻りますが、えー、と定義する時はセルフという引数を一つだけ与えています。でこれはまあ繰り返しになりますけれども自分自身を示すものなので。 えー、自動的に自分自身を示すように扱われますのでメソッドを使うときには実際にはこれは指定する必要はありませんやってることは単純ですねえー、とセルフセックという配列データの中から G の数を数えるで同じく C の数を数えるでそれを割ってあげるということをしていますただまあこれはすごく簡単な例で実際にはあの 大文字小文字が混ざっていたりするんでこれはこの場合だと大文字しか計算がされませんそれからえっと ACGT 以外にあのえっと塩基塩基があの決められていない N で表されるような場合もあるのでまあそういったケースがあるのでまああの実際はもうちょっとあのこれでは正しい値は計算できないのもし拡張するなら 一旦大文字に変えてから数えてあげる。それから n の数も数えてあげる。で、まあここからえっ、ー、と全長から n の数を差し引いて、まあそれを g と c の合計で割ってあげた方が。 まあより正確な値にはなるかなと思います。というわけで、まあ、これが、えー、とクラスの、えー、と紹介になります。で、まあ、クラスとかオブジェクトとか、えー、と多分初めはすごくなじみがないと思うんですが、えーとまあ、すごく大雑把なイメージで捉えてもらうとオブジェクトっていうのはとにかくデータの入れ物 だだと思ってておいてくださいくさデータを入れ物それから、えー、とそのデータに対して何か操作をするための機能をひとまとめにしたものだと。でクラスっていうのはその、えー、とオブジェクトを作るための設計図になるものだというイメージですね。で、えー、とこの自分で定義したクラスを使ってもう少し実践的な使い方をえっ、ー、と やっていいいきたいと思います、まあ、今はテストなので自分でえと手動でこういった情報を与えてオブジェクトを作ってあげたんですが、まあ、実際にはこうやって手動であの変数の中身を入れてあげるってことはなくて、まあ、ファイルがあってそのファイルを読み取ってそれでその内容をこういうオブジェクトという変数に入れるという作業をやっていくことが多いです。 えっとなのでえと実践的なまあ利用方法としてえとファスタ a ファイルのえ読み込んで1件ずつデータを取り出すというまあそういった関数をここで作ってみたいと思います。でえとまあこういったそのファイルを読み込むあのプログラムとかまあ関数まあパーサーっていうふうに 必要に応じて、まあ、自分が扱いたいデータに対してパーサーを書いてあげるというのは非常によくやる、えー、例ですね。ちょっともう一回ファースターファイル見ていきたいと思います。これ,、まあえー、とこれはゲノム塩基配列なので非常に長いですねちょっと分かりにくいので、えっと、アミノ酸配列でちょっと見てみたいと思います。 これはアミノ酸配列ののファスタ形式の例ですね、まあ、ここに、えー、とタイトル行があってその後にえっとに配列データがあるとでこれは開業なしになってるで2件目のデータがあって2件目の配列データで3件目のヘッダーがあって3件目の配列、まあ、こんな感じで並んでます。 でゲノム延期配列の場合も同じで、えー、とタイトル行があってその下にずら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 と,、えー、と配列ファイルが配列データが並んでるこの場合は改行がありますねで一件終わるとまた次のタイトル行が出てきて、えー、配列データが繋がるでまたその次という感じになってますでこれを読み取る方法を、えー、と今から考えていきたいと思います えとまあ、基本的には上から1行ずつ読んでいけばいいんですがどんなふうに読んでいくかというとまず、えー、とタイトル行を読み取って、まあ、そのデータ情報を変数に一旦入れますねでその次に、えー、とまた1行ずつ、えー、とデータを読み込んでいってでこの配列 データを順次変数にま付け足していくというような作業をやっていきます。で、一通り読んだところで、えっ、ー、と二軒目のデータが出てきますので、まあ、このえっ、ー、と二軒目のデータが出てきた時点で、まあ、それまで読み込んだこのデータを一つの変数に入れて取り出すというようなまあ、そういった流れを考えたいと。 えとでまあ、これもちょっと時間短縮のためあらかじめ作っちゃってあるんですが「えー、とリードファスター」という、まあ、こういう関数を定義しました <laughs> ちょっと一画ずつ見ていきたいと思いますえっ、ー、とファスターファイルの場合タイトル行は必ずダイナル記号で始まるのでダイナル記号が出てきたら えーとその行は、えー、とタイトル行だということが分かりますね。でえっ、ー、とでタイトル行えっ、ー、とでタイトル行が出てきたところでそれまで読み込んだえっ、ー、とそれまで読み込んだこの一つ前のデータを取り出すということをやりたいんですが一番先頭に関してはえっ、ー、と ファ,イルの先頭ファイルの一番先頭を読み込んだ時点ではそのまだ配列データを読み取ってないのでちょっと処理を最初だけ処理を分ける必要があります。でえっ、ー、とあとまあ注意点としてファイルを最後まで読み込んだ時点で、えー、と最後の配列データを取り出すという処理をちょっと個別にやらないといけないです。まあ、えっ、ー、とな,なぜかというと 一番最後まで読み込んだ後に、まにこの最後の配列の情報を変数に入れてまあそれを取り出すという作業はえーとちょっと,えーと別に扱わないといけないということですねまあちょっと見てみましょうか。えっとまあ処理はこんな感じですね。 えとまずファイルを開きますでその次にえっと1行だけ読み込むえ手順を入れますま先ほどの講義で質問があってその時は「リードライン」っていうのを使いましたけど「next」っていう関数を使ってあげてもその1行だけ読み込むっていうことができますで1行だけ読み込んでえっとまあタイトル行読み込んででタイトル行のえーとデータ処理をします えとストリップは、えー、と余分な文字列を削除するためのものでさ最初の大なり企業と最後にある、えー、と開業の記号を取り除く作業をしますね。その後で文字列の分割ということでスペースで区切っています。でスプリットに、えー、と引数2つ加えることできて1っていう引数加えると,、えー、と空白 回文だけ、えっ、ー、と、分割するっていうことができます。まあ、最初の空白までが、えー、までとそれ以降っていうような形ですね。で、えっ、ー、と、スプリットした後に、えー、その結果を secid と description っていう、えー、2つの変数にとりあえず格納しておきます。で、えっ、ー、と、配列をデータを格納する、えー、sec という変数は、 えと一旦空の文字列で定義をしておきます2行目以降読み込んでいくんですがダイナル記号で始まる場合には、えー、とその時点までの配列データを返しますんで「えー、if」で条件分岐しておきますこれ後でまた説明します。でダイナル記号でない場合には配列データを読み込んでいくので。 えと開業記号を、えー、取り除いた後、えー、とアッパーで大文字に変換してそれを、えー、このセックという変数にど,どんどん追加していくという処理をやっていくわけですね。で一通り配列データを読み終わって次の、えー、と大なり記号が出てきた、えー、ときにそのデータをオブジェクトに入れて、えー、それを返してあげるという処理をします。 それをやってるののがこ,こ、ねえー、FASTA というクラスに対してデータを入れてオブジェクトを、えー、作ってあげるでそれをイ、えールドというもの命令を使って取り出すということをやるちょっとイールドに関してこれ後ほどあの補足しますでこれで1件のデータが取り出せたで続けて2件目以降読み取っていくときに、まあ、新しいタイトル情報を、えー、処理して でえー、とそれまで読み込んだ、えー、と配列データは一旦空に戻してまたその次の配列データをどんどん読んでいくっていうことをやりますね。で一通り読み取った後で、えーとまあとで最後のデータを出力するために、えー、とループが終わった後にやはりイールドでデータを取り出すっていうことをやってます。 えとちょっとこのイールドについて説明をしときたいと思います。で、えー、とここで今定義したこの関数リードファスタって通常の関数とはちょっと異なるジェネレーター関数って呼ばれてるものなんですね。で、えー、と説明に関してはこの辺につらつら書いてありますがちょっと実際簡単な例で見ていきたいと思います。 これ資料にないって追加で作ったんですが、えっ、ー、と、ジェネレーターっていうのは、まあ、あ,のある値とかまあデータを順番に一つずつ取り出すときにまあ便利な、えー、とものです。これはすごく簡単な例で、倍数を小さい順に3つ、えー、取り出すというジェネレーターです。で、えっ、ー、と、イールドっていう部分で 新しいデータが生み出されてそれが出力されるようになっています。で普通の関数はリターンであの値が返ってくるんですがジェネレーター関数の場合は値を返す時にイールドっていうのを使います。でイールドが呼ばれるとその時点で一旦処理がストップしてまあその状態を保持してまたこのジェネレーターが呼ばれた時に処理が再開して次のイールドまで処理が進んでえっと 一旦停止するとでまた呼ばれたときにさらに処理が再開して 3, 3つ目の値が呼ばれるっていう、まあ、そういった作りです、ね、まあやってみないとちょっと分からないかもしれない。えっ、ー、とじゃあこれを、えー、実行してみたいと思います。えっ、ー、と例えば5の倍数を3つ作る、えー、このジェネレーターというのを作る、えーまあ、こんなふうに普通の関数と同じように呼び出します。えー、ただし普通の関数っていうのは えと呼び出したらまっすぐ値が返ってくるんですがジェネレーター関数の場合は値はすぐには返ってこないです。で値を取り出すには next っていう関数を使ってあげる。そうすると1個ずつえ数字が取り出せることになります。これ今最初なのでえと5っていう値が返ってきました。でこの時にはこのここまでが処理された感じですね。でここで一旦処理が停止している。 でもう1回これを呼び出すと処理が再開して2つ目のえと値を読み出すところまで処理が進むと。で3もう一度やろうとすると,、えー、ともうこれはイールド、えー、もうこの先にはないのでここでエラーが変えるという感じになります。 で実際の使用場面としては、まあ、こんなふうにネクストであまり1個ずつ呼び,呼び出すということはなくてえー、フォーループで、えー、リストと同じように回してしまいますそうすると、えー、こんなふうに1、えーまあ、個ずつ取り出すということができるわけですねだからまあ使い方としてはリストと似ていますフォーループで順番に1個ずつ値が取り出せるただリストと違うのは、えー、っとリストっていうのはその情報をべてメモリに リストの中の情報っていは全てメモリに保持されてるわけですねだから大量のデータを使うときにはあまり向いてないジェネレーターというのは一つ一つあの値を一つずつ返すので最大でも一つの値しか保持していないのでメモリ的には効率がいいっていう特徴があります。だからまあ配列データみたいにすごく大きなデータを扱うときには。 えとリストではなくてそのジェネレーターっていうのを使ってあげるとえっとま,まあこれもジェネレーターの例ですけど、まあ、さっき3つ、えー、と倍数を出してそこで終わりましたけど、まあ、ファイルループ使ってこれずっと回し続けてあげれば無限に倍数を生成するっていうことができます。 例えば50の倍数を出したいって時には、まあ、これを呼び出してあげてで NEXT でひたすらやっていくと、えーまあ、無限にそれが出てくるという感じですねでもちろんこれ4で回すと終わんなくなっちゃうので4で回すのは、えーまあ、避けてくださいで、えー、とちょっと脇道にいろいろそれた感じがするんですが、えー、とジェネレーター関数と普通の関数の違いちょっと分かっていただけましたですかね、まあ えと肝はリターンではなくてイールドとというのをを使って値を返すというとこですねでこの場合には、えー、と新しいデータが始まる大なり記号のが現れた時点でデータを返すのとで一通りデータを読み終わったあと最後のデータを返すのにループ終了後にまた「イールドを読んでるということです。 というわけで、まあ、こんな関数を定義してておいてあげますで、えー、それを、えー、と使う場合はこうですね。まあ本当にこれはあのリストと同じように、えー、と呼び出してあげると、まあ、一度こういう関数作っておいてあげると、まあ、すごく簡単に使いましができます、えーと。一件一件データを取り出してファスタという名前の関数にデータを入れます。 で、あとはその中,中身をいろいろ計算してるっていう、表示してるというのが、これ、この部分ですね。えっ、ー、と、配列 ID 表示して、その次に、えっ、ー、と、配列の説明ですね。クロモソーム1番の、えー、コンプリートシーケンスですよ。で、あと、えっ、ー、と、長さ、えっ、ー、と、配列の長さを 連関数で入れていってあげるで GC コンテンツを最後に計算しているということをやってますでまあちょっとせっかくなんで一個ついでに説明しておきますと、えー、とここで、えー、と文字列の先頭に F をつけられた F 文字列っていうのを使ってますこれを使うと 変数の中身を文字列に埋め込むときにすごく簡単に記述ができます。で、これ Python 3.6から、えー、新しく追加されたんで、古い Python 使っているとちょっと動,動かないかもしれないですね。まあ、例なんですが、えー、と、えー、ま、名前トムとかにしといて、で、f で 最初にををつけてて文字列を書いていくとで中括弧の中に変数を入れてあげるとその変数の中身が文字列の中で展開されて埋め込まれて出てくるという非常に便利な使い方ですね。でここではこの F 文字列っていうのを使っていろんなデータを出すということをやっています。 でちょっとまあこの辺、ジェネレーターについての補足は、えー、と先ほど説明したので飛ばしまして、まあ、少しまあ。まあ、一応ここだけ実行しておきますかね。えーとまあ、普通はブ文と組み合わせて実行するんですが、個別にもしデータを取り出したいという場合には、えー、NEXT をやはり使っていきます。 ネクストで1個取り出して FASTA という名前で変数に入れてでそのデスクリプションを表示させるとこんなふうになると。これ次々実行していくと一つ一つデータが取り出されてえいくというまあそういった流れですね。 でこんなふうに NEXT、えー、でデータを1個ずつ取り出すのほかに、えー、とリスト関数を使ってあげると,、えー、とジェネレーターで読むジェネレーターの中身をまあ全部リストに収、えー、めることもできます使い,使い方はこんな感じですね先ほど定義した ReadFASTA という関数に、えー、とファイル名を指定して、えー、とリスト関数で囲ってあげると えーと今「ファスターリスト」というふうな変数名で一通りのデータをえーリストに入れました、まあ、ちょっとこれだと何どういうデータが入ってるのか分かんないんですけどこれ全部で確か16件ぐらいあるえーと17件かなあるえーと配列データなのでまあ17個分のデータがえーリストに格納されたということが分かりますで1件目のデータが 欲しければリストなのでインデックス0を指定すれば1件目のデータが取り出せると。でそれの ID を見たかったら ID で OK ですし GC コンテントを求めたいであれば GetGC コンテントという関数を実行してあげると計算ができるようになります。 まあこんなふうにえと割と実践的な例としてはまあ,あるデータがあってそのデータをその格納するための,そのクラスを定義しといてあげる。でファイルを読み込むための関数と組み合わせて1個ずつえ読み出してあげたりとかまあそれをリストに格納してあげたりとかっていうようなことをえやっていくとまあいろんな処理ができるようになります。 であと,、えー、とこれはちょっとおまけ的なことで書いたので、まあ、さらっとだけ流しますがえっ、ー、とこれも最初の講義で少し紹介がありましたけどえっ、ー、と特殊関数の一つでえっ、ー、とアンダースコア2つで囲った連というのがありますねでこれを定義しといてあげると連関数にえー そのオブジェクトが引数として渡されたあの、えー、ときにその長さを返してくれる。でこの場合は、えー、と配列データなので、えー、と連関数を与えたときに配列データの長さを返すようにしておくと便利だということでセルフ・ドット・セックの、えー、と長さを結果として返すという、まあ、そういった、えー、関数を定義しているわけですね。 あとこのレプルというのもえと特殊関数の一つでえとこれは主にデバッグとか動作確認の時に使うんですがその変数の中身が何なのかっていうのをその簡単に確認したいときにこういうのを定義しておかないと先ほどの例みたいにまあんだかわけの分からないもので出てきちゃうんですね。 で、こういうレ,ン、えー、とレプルっていうのを定義しといてあげると、まあそれがなんとなく何のデータかなというのがわかるような情報を与えてくれる。まあこれも後,後で使ってみればわかるかなと思います。で、スタティックメソッドっていうのも、まあ、ちょっと細かい話になってしまうんですが、えっ、ー、と、スタティックメソッドっていうのは、 えとまあ普通の関数と同じように扱うことができるメソッドみたいなものですね、まあ、普通のク,ラクラスってのはクラスからそのオブジェクトというものを作ってそのオブジェクトに対していろいろ操作をするんですがスタティックメソッドっていうのを使うとまあオブジェクトを作らずにまあ普通の関数として使えるというような まあさっきのリードファスタとこれ中身ほとんど一緒なんですがまあこうやってスタティックメソッドというふうに中にあのクラスの中にくっつけてあげるとまあそのデータの入れ物とそれを読み込むえための関数がまあ一つにまとまってあの扱えるので便利だというまあそれぐらいのものですね。でえっと 上で定義し,定義したまあ少しえもうちょっとちゃんと定義し直したそのファスタデータを入れるクラスを実際使ったのがこの例ですね。えっと、スタティックメソッドで定義したこのリードファスタというのを呼び出してで、これもリスト関数使ってまとめてえとリストとしてデータを取り出しています。これさっきと 違うのはファスタリストの中身をこうザーッと表示してあげるとえっとまあなんとなくどんなデータかなっていうのが分かるようになってます。これはえっと特殊関数のレプルというのをえ定義してあげたのでまあそれ,それが呼び出されてまあこういった情報が表示されるようになってますね。1件目のデータであればまあこんなふうにえっと。 クロモソーム一番で長さがいくつだっていうのがまあ大雑把にわかるような感じになってます。一番最後のデータは、えー、とミトコンドリアのデータですね。でこんな感じでその。 まあ最初ちょっと大変なんですがクラスっていうものを定義しといてあげるとすごく扱いやすくなってえまあこれだけでもうデータがえー読めるようになるとでこれリストなので並び替えをやってみるとえ並び替えるときにキーにまあいろんな関数を指定してあげるとその並び替える条件が変えられるここでは連関数を与えているので長さで相当するということができます でリバースは逆順なので、えー、とな長いものから順番に相当するという操作が、まあ、これ1行でできるわけですね。であとはこの、えー、と相当済みのリストに対して1件ずつデータを取り出していってプリントしてみるとこんなふうになって。えっ、ー、と一番長いのが。 えとクロモソーム4番ですか。で、えー、と長い順にそうとされて最後に、えー、とミトコンドリアの配列が、えー、出てくる、まあこんなふうな感じで、えー、扱いがすごくやりやすくなるということですね。はい、という感じですが、えー、とここまででなんか一旦質問とかってありますか では、えっ、ー、と、ここからまた続きを行きたいと思います。えっ、ー、と、バイオパイソンを使って、えっ、ー、と、こういった配列データを読み取っていくということをやります。だから、まあ、実は今,今まで書いたのは別に自分でこういうのをやらなくても、バイオパイソンを使えば、えっ、ー、と、すぐ使えますよという、まあ、そういうお話なんですが、えっ、ー、と、やっていきましょう。えっ、ー、と、バイオパイソンの中に、まあ、いろんな機能が提供されているんですが、えっ、ー、と、 配列データを読み込むときに、SecIO というモジュールを使いますで。それを最初にインポートします。えー、っとコマンドはこうですね。バイオというパッケージから SecIO というモジュールだけを読み込んであげるので、まあ、こんなインポートの仕方をします。で、まあ、こういうモジュールの使い方は、あの まあ例えばバイオパイソンだったらそのバイオパイソンのページに行ってその使い方を見ればそのヘルプとかチュートリアルであるのでまあそんなにあの気にする必要はないです。まあ、その例にそろそろ習ってやっていけばいいだけです。はい、これでモジュールがインポートできたのでえともうすぐに配列ファイルを読み込める状態に。 わかりました、はいえーっと。では続きいきます。えー、っとファイル名、えー、読み込むファイル名はこちらですね。えー、っとコモンっていうフォルダの中の s288c.fna です。でまあ、こういうファイル名探すときにの ls コマンドがのジュピターノートブックでも使えるので、まあ、これでそのファイル名を探す。 えと見つけてあげることができますこの場合には1個上のコモンっていうところに入ってるので、まあ、そこからデータを読み込むことになりますね。でタブキーで保管ができるので、まあ、そういうのを使っていくと,、えー、と間違いなくファイルがファイル名が指定できます。 はいえー、とでは、えー、とファイル名指定します。でえー、と読み込むときには単純にこれですね sec.io.path でファイル名を指定してあげる。でその次に、えー、とファイルの形式を指定します。ここでは、えー、とファスタ a 形式なので、えー、と小文字でファスタと打ちます。でこれで Enter を押すと,、えー、と読み込みができました。でこの 今、レコーズという変数名にこう読み込んだ結果を入れましたが、このレコーズというのもタイプで確認してみると、えー、とジェネレーターになってます。なので、まあ、1件ずつデータをこう取り出していくのに適した、えー、形になっているわけですね。で、さっきも言ったように、リスト、レコーズとやってあげれば、それが全部リストに読み込まれることになります。 で普通は法文を使って順次データを取りますが、えー、と最初のこ練習なので1件ずつ NEXT 関数でデータを取り出してみましょうちょっとどんな感じでデータが入ってるのかっていうのを見ていきたいと思いますえっ、ー、と今 NEXT データ NEXT 関数で1件だけデータ取り出しました R1 っていう名称にしましたこれ何回もあのやっていくとどんどん次のデータが読み込まれてきます、ね、まあ今1回だけ実行した状況です で R1 の中身を表示してあげるとこんなふうに読み込まれたデータがなんとなく分かるわけですね。えっ、ー、と配列の ID が何でデスクリプションが何でえっ、ー、と配列がこんなふうになってるいるなはとなく分かりますかね。でプ,プリントで えー、プリント関数で中身表示してあげると少し違った形で、まあ、もう少しきれいな形でデータが見えますね。でこのデータの、えー、と一つ一つの、まあ、いろんな情報を取り出すには、えー、とコンマのコンマ,コンマじゃないなピリオドの後に、まあとにいろんなものを ID が見たければ ID とやるともちろん出てきますしデスクリプションとやるとその配列の説明が出てきます。で長さ配列の長さが知りたければ連関数に与えてあげれば長さが出てきますね。 先ほど自分でのファスターデータを格納するためのクラスを設計しましたけどそういうのをやらなくても、えー、とこんなふうにバイオパイソン使うと同じことが簡単にできてしまうと。であと,、えー、とアノテーション図とかあと フィーーーチャーズとか、まあ、そういっったデータも、えー、入っていますこれ、えー、と適当に頭23文字まで打ってあげてタブを押すと保管されますんで、えー、と全部打つ必要はないです。アノテーションとかフィーチャーズっていうのはの配列に対してまあ何かいろんなこの付加情報がアノテーションとして与えられていると、まあ、そういった情報がここに入ってくることになります。 ただしこれはそういった遺伝子アノーテーションとか一切含まないその配列だけのファスタ形式のデータなので今ここら辺は全部空っぽの状態になってますね。で次にジェンバンク形式のファイルというのを読み込みますがその時にはここにいろんな情報が追加されてきます。えっ、ー、とまあ今のまとめて実行するとまあこんな感じですね。ID、デスクリプション、長さあとアノテーションを取り出すということです。 で実際に、えー、と配列のデータはどこに入ってるかというと r1.sec という変数の中に入ってますこれを r1-sec という、えー、と変数にちょっと代入して取り出してみますか r1-sec っていうのは、えー、とこれはまた別の えーとオブジェクトのまセック型オブジェクトと言われてます。一個目のその配列データ、ま R1 という名前で変数に入れましたけど、これはえーとタイプでやればいいのかな。タイプ R1 ってやつ。これはえーとバイオパイソンなんかのセックレコードっていうまあ,あのデータの型なんですね。 SEC レコードっていうのは配列データとあとまあアノテーションとか、まあ、そういったものをまとめて扱うためのオブジェクトでその中の実際の配列データは、えー、と SEC オブジェクトというものになってたりしますねでえっ、ー、と このセックオブジェクトっていうのは配列データを扱うためのえっ、ー、と家のオブジェクトですので配列データに特化したいろんな機能が、えー、含まれていますでそれを調べるにはえっ、ー、とディル関数を使ってあげるといろいろ見ることができますねえっ、ー、といろいろありますがえっ、ー、と わかりやすい例でいくと、コンプリメントは、えっ、ー、と、相補佐配列ですかね。相補佐に変換する。リバースコンプリメントは相補佐にして、えっ、ー、と、向きを逆にするっていうことですかね。で、えっ、ー、と、アミノ酸配列に変換するトランスレートとか、えっ、ー、と、DNA から RNA に、えー、と変換するトランスクライブっていうのもありますね。 でもし、えー、とこの中でトランスレイト意味を知りたかったら R1 アンダースコアセックの後ろにトランスレイトとやってクエスチョンマークつけてあげると,、えー、と説明が見えます。ヌクレオ サイドシーケンスをプロテインシーケンスに変えるという、まあ、そういう説明ですね。で引数として、えー、と変換する時のコドンテーブルどういう種類のものを使うかとか、えー、とストップコドンが割られたときにどういった処理をするのかとか、まあ、そういったオプションが、えー、オプションを指定することができるというふうになっています。 まあ試しにこのえとセック型オブジェクトでどんなことができるかっていうのを見ていきたいと思いますね。えー、とこれ文字列と同じように特定の領域を切り出すすことがえとできます、えー、例えば1806番目から2169番目これはまちょうど遺伝子のえーとコード領域になってるんですがこれを取り出してみるとまこんなふうにその領域がえと切り出されて出てきます。 これだと何だか意味分かんないんですが、まあ、連関数でこれをくくってあげたりするとその長さが、まあえー、と分かりますね363円規分を切り出したということです、えー、とちなみにこの切り出した領域ですが、えー、と Python の数文字列の扱いと同じように1806というふうに指定すると実際には、えー、と0からゼロから 始まった番号なんで1807番目の延期から2169番目の延期が切り出されることになります。で、えー、とその領域を双補差に変換したいという場合にはリバースコンプリメントというメソッドを使ってあげると、えー、と今のこいつがまあこんな感じで双補差に変換されていることがわかりますね。 であと次々いきますがこれに続けて翻訳をしたいという場合にはトランスレートというのをつけてあげればいいです。まあ、今これピリオドでつなげて複数のメソッドをつなげてますけども,もちろん1個ずつ別の変数に代入して1個ずつ処理をしていっても構いません。という感じでトランスレートを使うとこんなふうにアミノ酸配列に変換することができると。 あともう少し紹介しますが g e n b バンク形式とかファスタ a 形式から他の、えー、ととファイル形式に変換することもできてその時にはフォ,ーマットかフォーマットというメソッドを使います。g e n b バンクという形式で保存しに変換したければ 文字文字でジェンバックと指定します。えー、とただ実はこれエラーが出まして、えー、とまあ、ちょっとエラーがすごい長いんですが、ニードはヌクレオタイトはプロテインアルファというとかまあエラーが出たりします。まあ結構こういうエラーは頻繁に出るんですが、まあ、このエラエラーメッセージをグーグルとかで本やあの検索してあげたりすると解決策が出てきたり。 まあ、あるいは、えー、とマニュアル見,たり見ると、まあ、こう解決策が出ていたりします。まあ、これエラーの原因としては、えー、とこのファ,ファスタ形式の配列が延期配列なのかアミノ酸配列なのか、まあ、どっちか指定がないので、えー、変換できませんでしたというそういう意味です。えー、となので、えー、とパースで読み込むときに えと3つ目の引数として、えー、とジェネリック DNA というようなものをこうインポートしてそれを指定してあげると指定してから読み込んであげると、まあ、こんなふうに、えー、とジェンバンク形式と呼ばれているものに変換ができるようになりますではもうちょいいいきますねはいえっ、ー、と 今度、えっ、ー、と、これをフォーループで回すということをやります。えっ、ー、と、先ほどもフォーループでファイル全部読み込んで表示するっていうのをやったんで、もう使い方はほとんどさっきのと同じです。えっ、ー、と、まあ、一旦レコーズという形で、このファイルを読み込みます。で、あとはフォーループで1個ずつ、えー、読み出していくということですね。えっ、ー、と、 1>, まあ1件ずつのデータなので変数名はレコードでもいいですしちょっと面倒くさいのでレコードの頭文字で R というふうにしてありますがこんなふうにしてあげると1件ずつデータを読み込んでここでは配列 ID それから配列の長さそして配列の先頭50文字を出力してで まあ、区切れ文字ハイフンを入れて出力ということをやってますねでこれで17件分のデータが読み込むということができましたでこれも繰り返しになりますけどリストを使うと,、えー、と全部のデータをリストに入れることができますでこれはもちろんメモリ その分必要になってくるので、まあ人ゲノムみたいにすごく大きなゲノムを読むときには、ちょっと実用的ではないかもしれないです。で、リストに入れた場合は、えー、とインデックス番号を指定して、えー、そのデータを取り出すことができますね。さて、まあ、ちょっといろいろ説明してきたんですが、まあ、ここでちょっと手を動かす時間を作りたいと思います。えー、と s288cprotein.faa っていう名前で、ここにファイル名はもう書いてありますね。で、えっ、ー、と、この酵母の、えっ、ー、と、ゲノムに含まれているアミノ酸配列のファイルがあります。な、中身はこ、こんな感じですね。全部で何件ぐらいですかね。えっ、ー、と、5000件ぐらいデータ。 入っっってていいますが、えー、とこれをを読み取る処理をちょとと作ってもらおうかなと思います、えー、とただしただ読み取るだけでは面白くないので、えー、と敷地未満のもの長さを取り除いてさらに長いもの順に相当してから出力するスクリプトをちょっと作ってもらおうかなと思います。で0、えー、から作ると大変なのでテンプレートとして、えー、と一部作っておいたので、まあ、これに付け足す感じで。 やってみてみくださいこれ動作確認用に5件出力した時点で処理を終了するようにしてあります。これに式位置のものを除のく処理それから高順に相当するというのをやってみてください。でヒントが下にあります。 ちょっと23分時間を取りますねヒントは下に書いてありますが、えー、とリスト内包表記というのを使うと、まあ、ある条件に合うものだけ抽出するという処理が割と簡単に書けますね。 あと、ソートするには、えっ、ー、と、キーとかリバースで、えー、ソートする条件を変えることができます。どうしましょうかね。じゃあ、ちょっとできた人も、できてない人も、今、まあ、一旦、えー、手を止めていただいて、えっ、ー、と、答え合わせをしていきたいと思います。で、えっ、ー、と、 ちょっとヒントで書いてあったんですが、リスト内包表記とか、相当うまく使うと簡単にできます。で、リスト内包表記、これも最初の時間に紹介ありましたが、少し復習しておきますが、これはリストを元にして、新しいリストを作るときにすごく便利な書き方ですね。えー、と、12345という値が入ったリストがあったとします。で、このリストを元に、それぞれの値を自乗した 新しいリストを作りたいということを考えます。で、これを普通にやるとこんな感じになるんですね。えっ、ー、とまず最初に空のリストを用意しておくと、でその後で元になるリストをループで回していって、この新しいリストに対して一つ一つ値をアペンドしていくと、まあ、こんな結果になります。で、これをえっ、ー、ともう一行でやってしまうというのが えっと、リスト内包表記で、えっ、ー、と、同じことがこういった表現でできます。えっ、ー、と、L から値を一つずつ X という変数名で取り出して、で、X の事情、X を事情した値を、えー、と新しいデータとして格納するということをやってますね。まあ、こういう書き方です。で、えっ、ー、と、リスト内包表記の便利な点は、 if、えっと、を付け加えて条件を、えー、指定することができて例えば x が3よりも大きいもののみこの処理を行うとした場合には、えー、と4の事情の16と5の事情の25だけが結果に出てくるというふうになります。 でえー、とここの部分の表記はもう自由な書き方ができますね。文字列のリストがあって長さをそれぞれ求めたいっていう場合には連関数を使った値をセットしてあげれば文字列の長さをもとに長さを格納したリストができます。これを使って長さ1000以上っていうものの抜き出しをやりましょう。 であと、相当するときに、えっ、ー、と、キーに連関数、リバースに true をしてあげると、えっ、ー、と、長いものから順に並び替えることができたりしますね。まあ、これも使ってやってみると、えっ、ー、と、ちょっと実際作ってみますね。えっ、ー、と、最初のここまでは、えっ、ー、と、いいですかね。えっ、ー、と、ファイル名を指定して、レコーズという、 ものに、えー、読みリストとして読み込んでいます。で、ちょっと確認ですが、長さまあ何件のデータがあったかというのは連関数を使ってあげると、えー、出すことができて、えっ、ー、と初めの件数は全部で五千九百八十三件データが含まれています。で、これをえっ、ー、と式一未満のものを除くんですが、まあこういうふうに書いてあげるといいですえっ、ー、と R4R。 R だとちょっと分かりにくいかもしれないの、ね、で、まあ、REC みたいな感じにしときましょうか、えー。これが基本的な、えー、とリスト内包表記の書き方ですね。レコードから REC という名前でデータを取り出して、まあ、それをそのままリス、えー、と格納してリストを作るとで。これに付け加えて条件、フィルタリングする条件を付け加えます。長さが レコードの長さがえっ、ー、と式一線より大きいものということでスレッシュ小ズを指定しましょうかあこれ,これだとすみませんちょっと結果が分かんないどこ行ったどっか行っちゃった 結果が今ここにずらずら表示されちゃったんで一旦これをちょっと分かりやすいように同じ変数名でもいいんですがレコーズ 2, 2というふうにあえて書いときますねこれレコーズ2に格納しましたで長さ確認してみる長さというかえっ、ー、と件数確認してみると522件というふうに数が 減ってますね最初,、えー、初5983件あったんですが長さ1000未満を除いた結果、えー、とレコーズ2には522件、まあ、データが残ってるということがわかります。で次にこのレコーズ2を相当、えー、しますね。 で、その時にはソーティッドでレコーズに。で、キーには長さ。で、長い方から出すので、リバースをトゥルーにして、これで OK ですね。これを、これも別の変数に入れましょうか。レコーズ r 3とします。 実際には、あの、別々の変数の名前に入れちゃうと、その分だけリストがたくさんできちゃって、メモリ無駄に使うことになるので、まあ同じ変数名で上書きした方がいいですね。まあでも分かりやすいに、えっ、ー、と、別の変数名にしておきます。はい、これで相当しましたで。ちょっと確認で、最初の、最初のデータは、 これじゃ分かんねえな。長さが分かんない連関数で長さ見てみますか。えっ、ー、と、1件目のデータは、えっ、ー、と、四千長さ4910ですね。で、一番最後のデータ見てみると、えっ、ー、と、マイナス1で指定しますが、えっ、ー、と、長さ1001いうことで、まあ、ちゃんと処理できてるっぽいですかね。長いもの順に相当して、長さ1000未満は除いたと。 であとはこれで完成形になりますが、はい、えっ、ー、とこれが完成形ですねえっ、ー、と付け加えたのはこの2行分です。 えと短いのを除いて相当した。でこれで実行してみると実行結果は、まあ、この下に出てきますが一番長いのが4,910その次が4,092みたいな感じですね。<laughs> えっと、以上がファスターファイルの読み込みですけど、ここまでで何か質問とかありますかね。えっと、ちょっとまだ作業してる方もいます、いるようですが、これ、正解というか完成品を保存してあって、えっと、ファスタ a l e n フィルター t e r p y っていう名前で、ファイルを保存してあります。 ので、えー、とちょっと追いつかなかった人はそれを参考にしてみてください。えっ、ー、とこれ,これがその完成形ですね。まあ、さ最初にいくつかなんか書いてありますがこれはあのプログラムとして実行するときにファイル名をそのコマンドラインから指定したり。 えと引数にする引数じゃない敷1にする値もコマンドラインから取得するような処理をしてありますまあ本当にやってることはこれだけですねで、まあ、これでも結構実用的なプログラムで、まあ、なデノゴアセンブリとかやるとすごく短い配列がバラ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 とたくさん出力されたりすることがあるので、まあ、そういうのを除いて長い文順にするっていう時に、まあ、これがそのまま使えるような感じですね。 これ実際には本当に5行6行ぐらいのすごい短いプログラムですけれどもこれでまあかなり、えーまあ、いいあの実用的なプログラムができてしまいますはい、うんはい、<laughs> どうですかねどうでしょう 聞いてない電池か電池がないかもしれない光ってないです光ってない電池がないじゃあちょっと大きい声でやりますえー、っとどこまで行きましたっけえー、っとあと ちょっとこの辺おまけなので、えー、と割愛します。今ファイルを呼び込んでリストとかジェネレーターを使ってデータを取り出しましたけど、えー、とバイオパイソンの中には辞書としてそのデータを取り出すという関数もあります。で辞書なので、えー、と配列の ID を指定してあげるとその配列データが、えー、と取り出すということができます。 でこれはバイオパイソンには含まれてないんですけれど、えー、ともっと大きなファイサイズのファイルを高速に扱いたいという時に PyFaIDX、えー、というモジュールがあって、まあ、こういうのを使うと,、えー、とサイズの大きいゲノムから、まあ、特定の領域だけあの切り出して使うとかっていうことができます。 使い方は、あの、この、ホームページに詳しく書いてありますので、それを参考にしてください。はい。えっ、ー、と、続きまして、えっ、ー、と、ジェンバンクファイルの読み込みというのを、えー、やっていきたいと思います。で、これも、読み込み方は共通で、単にフォーマットの部分に、えっ、ー、と、ジェンバンクというふうに指定してあげるだけで読めるように。 なります。うん、ついついってますね。はい。えっ、ー、ともう一回ちょっと全バンクファイル少し中身を実際見てみたいと思います。と前の画面が小さくて見えない人はダウンロードしてきたファイルの中のコモンっていうところにドット g b k で終わるファイルがあるんで、それを開いて見てください。 これがその中身ですね。えと生物種に関する情報であったりとか関連するデータベースのアクセッション番号であったりとかあとはこの配列が決定された時の文献情報なんかも含まれています。 で少し下にスクロールしていくと、えっ、ー、と、features という部分がここから始まります。で、えっ、ー、と、features という部分には、えっ、ー、と、主には遺伝子に関するアノテーション情報が含まれています。えっ、ー、と、例えば最初のフィーチャーはソー,スソースフィーチャーといって、この配列がどういったものから得られたもの、ものかというのを示してあります。えっ、ー、と、 酵母の S288C 株から取られた DNA 配列だでその、えー、染色体の一番だというようなそういった情報ですねでその後に、えー、このゲノム配列に対する注釈情報が次々と出ていくと,、えー、とテロミア、えー、配列が、えー、801番目まで続いているとで、えー、レップオリジンっていうのは、えー、複製の開始点ですねで次、えー、いでジーン MRNA CDS といいううふうになっていますで、えー、っとこの「ジン・ mRNA ・ CDS」っていうのはこれ3つで1つのセットみたいなもんだと思っておくといいです。まあ、1つの遺伝子ローカスに対してこの異なるスプライシングのパターンで複数のメッセンジャー r n a がそこから生じる場合があるので、まあ、1つのジンに対してメッセンジャー r n a が複数結びつけられている場合があります。 でそのメッセンジャー r n a から、えー、どのような CDS 領域がそのメッセンジャー r n a に含まれているかということがこの CDS フィーチャーという部分なんですねだからこのローカスを表す g i ンとで転写物を表すメッセンジャー r n a それからコーディング領域を表す CDS っていうのがまあこれはセット一つのセットですねでよく見てあげるとこのローカスタグっていう、えー、ものがつけられててこれが全部同じものを し示しているんですねでこれが同じってことはこの3つは同じ、えー、遺伝子座に由来するものだということを意味しているわけです。で、えー、とこういった配列情報を、えー、と読んでいく時の、えーまあ、基本語句なんですけどこういう、えー、と配列情報、えー、一件の配列情報のことをエントリーとかレコードというふうに言ったりします。 でそのエントリーに対していろんなアノテーションをつけられているものをフィーチャーと言います。でフィーチャーにはいろんな情報が含まれています。えー、と遺伝子シンボルとかローカスタグとか、えー、あとは遺伝子産物名プロダクトですね。ここういいったいろんな情報のことを クオリファイヤーというふうふに言ってますエ,エントリーっていうのがあってエントリーの中には複数のフィーチャーがあってその一つ一つのフィーチャーがさまざまなクオリファイアによって細かく記述されてると。でこれがずっと、まあ、たくさんずらずら続いて配列情報があってでえー、っと長いや 長い、あったさ行き過ぎた。で、えっ、ー、と、まあ、配列情報がここまでで終わって、このスラッシュ、スラッシュで、ここまでで1件のデ,、えー、データ、エントリーですね。で、ここから2件目の、えー、別のエントリーが始まって、えー、あとはこれの繰り返しです、さまざまなフィーチャーがあって、えっ、ー、と。 クオリファイヤー、いろんなクオリファイヤーで記述されていると、まあこれを読んでいくということをやっていきます。はい、では行きましょう。えっ、ー、と読み込み方は非常にもう簡単です。えー、変えるところはさっきと違うのは一箇所だけ、フォーマットの部分に全バンクと指定する。これだけで OK です。 えと試しに1件目のデータだけ取り出してみますね。えー、と1件目といっても0番目なんで今 R0 という名称にちょっと名前変数に格納しました。えっ、ー、とディル関数で、まあ、どういった情報が含まれてるかっていうのを見ると、まあ、これもファスタファイルの時と同じように、えー、とアノテーション図とか、えー、とディスクリプションとか ID とかいろいろあるので、まあ、どういった情報が 格納されているか少し見ていきましょう。えっ、ー、と、最初にアノテーションズの情報を見てみます。表示させるとすごくたくさん表示されますね。先ほどはあのただの配列データ、ファースター形式の場合はただの配列データで、ね、これ空っぽだったんですけど、今いろんな情報入っています。この生物種に関する情報とか、えっ、ー、と、 えと文献情報であるとかたくさんの情報が入ってますね。で、まあ、これらをちょ扱う場面ってそんなにないかもしれないんですけどこれは辞書になってるので、えー、と辞書の、えー、とキーを指定してあげればその値だけ取り出せるようになってますね。 次に、えーと、どのような遺伝子の注釈情報が付けられているかを見てみますで。遺伝子の注釈情報はフィーチャーズという中に入っています。これすごくたくさんあるので、先頭10件だけ表示してみますね。えっ、ー、と、こんな感じで今、先頭10件のフィーチャーが出ています。これ、えー、と先ほど見たジェンバンク形式のファイルと対応を見ていってほしいんですが、最初にソースフィーチャーというのがあって、テロメア、 フィーーチャーがあって複製開始点があって g i n ー、RNA、r n a c d s っていう、まあ、こういったのが上から順に並んでいるわけですねでこのフィーチャーズはリストになってますので、えー、と先頭のフィーチャーを取り出すには、えー、と0番を指定してあげればいいですで0番はソースフィーチャーと呼ばれてるやつなので プリントで表示してみるとこんな感じになってるわけですね。でここで表示されてるデータというのが実はさっき読んださっき確認したこのジェンバンクファイルのこのソースという部分にまあそのまま対応してるっていうことがわかりますかね。 で続けて3、4、5番目のフィーチャーを取り出します。えっ、ー、と、それぞれ F3、F4、F5 と変数、名前つけてあ、えー、げましたが、プリントで表示させてみると、まあ、こ,こんな風になってますね。GIN、MESSENGER、RNA、CDS というふうな、まあ、3つで一組の、えー、セットになっている情報です。<laughs> でここにある表示してあるのが5番ジェンバンクファイルの中でのその5番目の、えー、とフィーチャーについての実際の記述例なので、まあ、ここに出てるものと上のプリント関数で表示したこのデータが、まあ、ちゃんと対応してるっていうことが確認できるかなと思います。 ではこの次にえとこのえ一つ一つの詳細情報クオリファイアからデータを取り出すということをやっていきたいと思います F5 というのはここに表示されている CDS の情報がえ格納されていますこれが F5 のクオリファイア ですでこれは辞書になっていますので辞書と同じような、えー、形で取り出すことができます。より正確にはその順番の情報が決まったオーダード・ディクショナリというやつですが、まあ、そんなに気にしなくていいですかね。え例えばこの中から DBXREF という と関連するデータベースへののリンク関連するデータベースでのアクセッション番号の情報を取り出したいと思いますその場合には辞書と同じようにこの DBX レフをキーとして指定してあげればこの情報が取り出せますでこのえっと場合には DBX レフとして2件のデータが 登録されジーン、ね、ID っていうのは多分 NCBI での、えー、と遺伝子 ID への,の番号ですね。SGD というのは、えー、と公募のゲノムデータベースにおける、えー、とアクセッション番号ですかね。で同じように遺伝子産物名、えー、とプロダクトっていうのを確認してみます。 えとまあ、これも同じようにプロダクトトととと打ててばそれががリストとして取り出すすことができますただしこれは、えー、とリストになっているのでこのリストの中身を取り出したい場合文字列として取り出したい場合にはリストの最初ということで 0, 0番目というふうに、まあ、こういったふうに指定をしてあげないといいけない、まあ、これで、えー、情報が読み取れましたね。 であまりやる機会はないかもしれませんが自分で新しく、えー、とこの値を指定し直すということももちろん可能です。あそれがつ次の例ですね、えーと。ノートっていう、まあ、いろんな、えー、と情報を自由に記述する欄があるんですがそこに、えー、と記述してみたいと思います。追加してて書いいいみたいと思います、まあ、ノートは まあこんな感じで、まあ、いろんなメモ書きみたいなこと書いてあるんですがこれに例えばテストっていう情報を付け足してみた見ると,で、えー、とこれリストになってますのでアペンドを使うと,、えー、とアペンドを使うと新しい情報が付け足すことができてちょっと見にくいですけどここに テストという自分で指定した新しい情報が付け加えられているのが見えます。だから次に、えー、とゲノムにおける座標情報を確認します、えーと。座標情報はロケーションという名称で入っているので F5. ロケーションで見てみます。こんな感じで番番目目から番目の えとストランドがマイナス1になってるので、えー、と反対側の、えー、双方差側にこ,この遺伝子がコードされてるっていうことを意味してますねでこのロケーションというのを使って、えー、と配列を切り出すこともできます、えー、とこのロケーションの、えー、とエクストラクトというのを使ってで引数に えとこの配列のオブジェクトセックオブジェクトというのを与えてあげるそうするとこんな感じで、えー、とその指定された領域を簡単に切り出すことができますで次の例は、えー、と配列を切り出して、えー、翻訳したするということをやっていますね えとここまでは今の,その切り出しと一緒ですねその後ろに続けてトランスレイトを付け加えてあげると翻訳アミノ酸配列に翻訳したものを返してくれるとでそれから翻訳されたアミノ酸配列というのはトランスレーションというクオリファイヤーに格納されているので、まあ、これも取り出してみて、ねえー、と比較をしてみたいと思います。これがこちらですね で上の方が自分で切り出して翻訳した結果で下の方が、えー、とトランスレーションというクオリファイヤーに格納されていたデータを取り出したものですねストップコードの有無の違いがありますけれど同じ配列が、えー、と取り出しているということが分かりますかねとまあこんなふうにえっ、ー、と 必要な情報にま一つ一つアクセスしていくことが可能ですね。でえっ、ー、とここからはもう少し実践的な内容になります。えっ、ー、とファイル全体をこう読み込んで。 ここではえっ、ー、とアミノ酸配列を、えー、取り出してそれを辞書として、えー、格納するというそういう処理を、えー、やっていきたいと思います。で最初の例がこちらですねえっ、ー、とこれは実は失敗してしまうんですが、えー、と何やってるかちょっと見ていきますね。最初に データをを格納するために空の辞書を作っておきますでその次に全バンクファイルを、えー、b i o p イ t h o n の SecIO を使って読み込んでいきますで、えー、各エントリーレコードを、えー、ループで回していくわけですねでその次にそのレコードに含まれてるアノテーション情報フィーチャーズに対して一つ一つループを して情報を取り出すと。でフィーチャーにはいろんな種類のフィーチャーがありますが CDS フィーチャーであった場合だけ、えー、と配列情報を取り出してそれを辞書に格納するっていうことをやってます。でこの時に、えー、とローカスタグっていうのは遺伝子がコードされてる遺伝子座を表す ID ですのでこれを まあ配列 I. D. みたいな感じで使ってあげていると。で、えっ、ー、と、翻訳された配列はトランスレーションという変数名で取り出してますね。で、これを辞書に現実追加していくということをやっていきます。で、まあこれ実行しますと、えっ、ー、と、まあ途中でエラーが実は出てしまうんですね。 でこれは別にプログラムとしては全く間違ってないんですが、えー、とエラーが出ます。でその理由は、えー、とファイルの方に実は問題があるからですね。まあ、こういったケースは多々あります。えーとまあ、いろんな要因でちょっと例外的に処理がうまくいかない場合があるので、まあ、そういったのが出てきた時には情報あの原因を、えー、と解明して処理をし,し直さないといけないです。で まあどんな感じでじゃあこのエラーに対して対処してい,たいったかというのを順に時系列を追って見ていきますがえとまあエラーが出たんでとりあえずどこでエラーが出たかというのを知りたいでそういう時にそのトライエクセプトというのを使ってあげるとエラーが出たえと場面でえと処理をストップしてえとその時の情報を見ることができますえとトライで先ほどの このの一連の処理を囲ってあげますでエクセプトの部分にエラーが起こった場合の処理を書きます先ほどキーエラーっていう名前のエラーが出たのでそのキーエラーが起こった場合にこういう処理を行いなさいっていうそういったことを書いてますねエラーが起こった時に問題のあったフィーチャーを表示させるとでその後レイズっていうのを使って、まあ、もう一度、えー、とエラーを表示る をわざと生じささせせて処理を停止させていますでこれを実行してあげると,、えーとまあ、こんなふうにエラーが起こった場面で、えー、どういう情報を処理していたかっていうのが、まあ、見えるわけですね。で、まあ、これ結局エラーの原因は何かっていうと。 トランスレーションという情報を取り出そうとしたんですがトランスレーションというものがこのクオリファイアの中に含まれていなかったとそれが原因でエラーができたというわけですね。で実はこの CDS フィーチャーには「シュードというふうな注釈付けが作られていて、まあ、途中でストップコドンか何かが入ってしまって、まあ、遺伝子として機能しなくなった、まあ、シュード辞因になっているという。 意味なので、まあ、だから、えー、と翻訳された配列がなかったということですね。で原因が分かったのでじゃあシュ、えードになってる場合には処理をスキップするっていうような、えー、処理を付け加えてあげたそれがこれです。 付け加えたののはこの部分ですね、えー、とクオリファイアの中にもしもシュードというものが含まれていれば、えー、とコンティニューでその部分をスキップするというのを付け加えました。でこれを実行してあげると,、えー、とめでたく、まあ、何も、えー、とエラーがなく処理が終わったので読み込めたというふうになります。えー、と読み込んだ結果は まあ、こんな感じですね。えっ、ー、とローカスタグというものを、えー、と辞書のキーにしてで辞書の値が、えー、こういった、えー、とアミノ酸配列になってるこれですべてのアミノ酸配列の情報が手に入ったということになります、まあ、もしも個別に情報を見たければローカスタグを指定してあげれば その情報1件が取り出せますねで何件データがあったか見たければ連関数に渡してあげれば6002件というふうに分かると。 で次のバージョン4は、まあ、先ほどのバージョン3がちょっとあまり美しくないということで少し改良してみたというやつです。えー、と違いは何かというと「ゲット」という関数を使って辞書から、えー、と情報を取り出しているというところです。 えとちょっと例で1つ辞書を1個定義してあります、えー、と辞書にもう3つの値が格納されてますねで値を取り出すには辞書のキーを指定してあげれば、えー、それぞれの値が取り出せるわけですが辞書にない値を指定してしまうと先ほど出たようにキーエラーっていう ものが出てしまうと。で、これを回避するのに、えー、とゲット関数っていうのを使ってあげると、もしキーが存在していれば、その値を返すし、キーが存在していなければ、そ、何、何も表示されないのか。えっ、ー、と、 まあ、キーが存在しないなデータがありませんよっていうことで何を返すようか、まあ、そういう、えー、関数ですね。で何も指定しなければキーが存在しなかった時に何が返るんですがデフォルトの値を返すこともできて2つ目の引数にそれを指定しておくとキーが存在していなかった場合にはそれを返すということができると。 まずこれがその説明ですねでこれを使ってあげるとちょっとすっきりと書けるただこれちょっと慣れないと何やってるのかすごく分かりにくいんですが、えー、とゲット関数でローカスタグという情報を取り出すとでローカスタグがそあればそれはあのその情報はリストとして書える リストとして得られるので0番目のデータを取り出せばまあローカスタグの文字列が得られると。でもローカスタグが存在しなかった場合にはえとえとこの場合にはえとから空の文字列だけ含んだリストを返してまあその0番目を返すというちょっとあのテクニカルなことをやってますま。こんな風にしてあげると えーとキーが存在しなかった場合には場合ににもエラーが出ないようにで,きますでここでやってるのはローカスタグとかトランスレーションのどちらかが存在しなかった空の文字列だった場合には処理を、えー、しないで両方がちゃんと値が得られた時だけ、えー、辞書に値を 格納するという処理をやってます。という感じで、まあ、こんなふうにしてあげると、フォーループで、えー、とデータを一通り舐めることができます。さて、というわけで、ちょっと。 ああと10分あればできます、はいえー、とこれ最後にしたいと思いますが、えー、と今のジェンパンクファイルから中身を全部ループで回って、えー、とここに示したようなファスタ形式のファイルを出力するというそういうプログラムを作ってくださいで、えー、とその際にファスタ配列の配列 ID の部分には えと先ほど取得したローカスタグでその後にえ配列のえと遺伝子産物名そしてえとアミノ酸配列というような感じでまあこういったファイルをジェンバンクファイルを読み取って作るというそういう作業をちょっと作ってくださいで先ほどと同じようにこれゼロからやるっていうとちょっと大変なのでここにテンプレートみたいな感じでえあります でこれを利用して、えー、とファスタ形式でファイルを出力するというのを試しにちょっと作ってみてください。時間があとは55分まで。 このテンプレートも動作確認のため5件だけ出力するようにしてあります。なので実際にはこのブレイクってなってる部分を削除してあげれば全部データを出力するようなプログラムが書けると。全く手がつかないという人は 同じディレクトリ e に「ゲットプロテインフロム GBK」という名前で回答例が入っているので、まあ、それを見てどんな処理をしているのかなというのを少し先に見ておいてください。<laughs> ちょっと残り時間も限られてきたのでここで答え合わせをしたいと思います。<laughs> えとまあ、上から処理を見ていきます、ね、この i っていうのはそのテスト用に5件出力した時点でストップするためのカウンターなので、まあ、気にしないでください、えーと。ファイルをまず読み込みます。レコード、各レコードに関して4ループを回すと。で次に、えっと、それぞれのレコードのフィーチャーに対してループを回す。えー、CDS ではない場合には処理を する必要がないので、えー、スキップします。これからシュードになっている場合も、えー、とアミノ酸配列が含まれてないのでこの場合にも処理をスキップします。でローカスタグを取得しました。えー、とアミノ酸翻訳配列を取得しました。であと欲しいのは、えー、と遺伝子産物名なのでプロダクトを入、えー、を取り出しプロダクトを取り出します。 まあこれはもう他と同じようにやってあげればいいです。えっ、ー、と、プロダクトというクオリファイアを取り出して、えーとまあ、同じプロダクトという名前の変数に格納しました。これでちょっと動作だけ見てみると、えっ、ー、と、まあ、これで遺伝子産物の名称が取り出せたというのがわかりますかね。で これで必要な情報はすべて取り出せたので、あとはプリント文を使って、この結果をファスタ形式に直して出力するということをやります。まあ、この場合には、あの、フォーマットみたいな便利なものが使えないので、自分で文字列を処理、えーと、文字列を加工して出力することになります。 F を頭につけた F 文字列ってのを使うと変数を埋め込むのに便利ですね。えっ、ー、とファスタ形式なんで最初がえっ、ー、と大なり記号で始まります。で次にえっ、ー、と配列 ID ですが配列 ID はローカスタグを使うのでえっ、ー、とローカスタグ変数名を中括弧の中に入れてあげると文字列が埋め込まれます。 で配列のデスクリプションとして遺伝子産物名プロダクトなので、これも、えー、っと、中括弧に入れて埋め、えー、込みます。これで一旦動作確認してみますね。まあこんな風に、えー、っと、ファスターファイルの、えっと、タイトル行だけ出力することができました。で、続いて、えー、っと、 アミノ酸配列トランスレーションを出力すると、えー。これはまあそのままプリントトランスレーションでやってあげればいいですかね。で、えー、実行するとこんなふうに5件分、えー、ファスター形式で出力してできたという感じです。で、全部処理したい場合にはこのブレイクになっている部分を除いてあげれば、えー、一通り出力されるというふうになります。 Jupyter ノートブックでやると、まあ、使いにくいんでこれを本当にあの自分の目的で使う場合にはこういうのを、えー、とテキストエディターで、えー、とスクリプトファイルにして、まあ、こ,れこれですねでこれを、えー、と実行してあげれば、えー、結果が出力されますでこれちょっと間違えて このまま実行するとエラー、あれエラー出なかった。いいのかな。えっと、こんなふうにえと出力することができますのでリ、リダイレクトで出力ファイル名を決めて出力してあげると、 ファイルに結果が書き出されるということができます。あ、やっぱりエラーが出たな。これ、ごめんなこれ、えー、っと、これ回答例なんですが、この24行目をフォルスにすると、ちゃんと動く、まあ、この こんな感じの、えー、とスクリプトを作ってファイル名を指定して、えー、と出力ファイル名を指定してあげれば新しくそのファイルが作られるというふうになります。これが新しくできたファイルですね。まあ、後ろに最後にストップコドン,ンの記号が入っちゃったりするのでこういうのを取り除いたりする処理を付け加えないといけなかったりしますが。 まあそれはそんなに難しい問題ではないですよね。はい、えー、っとであとこれでほぼ終わりになりましたが、えー、GFF ファイルっていう、えー、っとジェンバンクファイルと同じようにその遺伝子アノテーションの情報を 記述したファイルがあるんですがこれはちょっと今回の講義では扱いません、えー、とただ、えー、とこれ実行していけば動くようになっているのでもし自分で GFF のファイルを扱いたいという、まあ、そういう機会があれば少し参考にしてみてくださいであとこのさい最後にほいとしてえっ、ー、と明日の えっとさい最,最初の時間とかで使うまあさまざまなファイルを、えー、作った時の手順はここに書いて、えー、あったりします。これも興味のある人は参考にしてみてください。えー、でこの時間は以上ですが明日の連絡をしておきます。で明日は、えー、この2の1というところから始まるのでもし余裕があればこの 2-1にある Pandas Introduction 2019っていうやつを見て予習しておくといいかもしれないです。Pandas というん、のは表形式のデータを使うのにすごく便利なモジュールです。で、明日はこれを使って RNSX データの結果を加工したりするということをやりますので、まあ、少し簡単な使い方を見ておくと えーといいかもしれませんこれも基本的には開いて順番にシフトエンターで実行していけば動くような作りになっているはずです。